シャンパン。シャンパンとは、フランスのシャンパーニュ地方特産のスパークリングワインである。なお、シャンパンとは、外来語の読み方であり、正式な読み方は、英語読みで、シャンペン、フランス語読みでシャンパーニュと発音されるのが正しく、フランスのシャンパーニュ委員会、シベックでは、シャンパーニュと発音するよう推奨している。昔の日本では、三編集とも呼ばれた。 かつて香港及び上海では三ムチ酒と当て字された。現代中国語では主に香瓶酒と表記される。キリスト教衆同士、ドンペディニオンが確立したと伝えられる、瓶内二次発酵とアッサンブラージュと呼ばれる様々な原種のブレンド、さらにティラージュ及びドザージュと呼ばれるシロップの果に大きな特徴がある。 TRIPS 協定の地理的表示に指定され、世界でブランドが保護されるため、フランス共和国シャンパーニュ地方で生産され、アペラシオンドリジーヌ・コントローレで定められた製法で作られたもでなければ、シャンパンの名称を使うことはできず、違法である。それ以外の産地、製法で製造されたものは、任意の名称として、スパークリングワインと表記されている。一般には、 フランスのシャンパーンニュイコール、アルデンヌ地域圏で生産されたブドウのみを使い、瓶内二次発酵を行った上で封管後15ヶ月以上の熟成を経た、いわゆるシャンパン製法のスパークリングワインを指す。元となるワインは、様々なレシピによりブレンドされる点や、二次発酵のために、発酵の元となるシロップを添加。ティラージュ、また仕上げに、リキュールとシロップの添加。 どざじする点も特徴である。ほぼ同様の工程を経たスパークリングワインにスペインのカバ、イタリアのスプマンテ一般名詞、ドイツのゼクト一般名詞、フランス国内でもアルザス地域圏のクレマンダルザス、ペイドラロワール地域圏のクレマンドロワール、ブルゴーニュ地域圏のクレマンドブルゴーニュ等もあるが、シャンパンは その選定基準の厳しさと熟成期間の長さにおいて突出している。また、フランス国内の酒屋、それぞれのクレマンの産地地元は除いてや、スーパーマーケットでも、シャンパンは、他地域のスパークリングワインと比較して、ずっと高額である。現在シャンパンという場合、1919年に置く、アペラシオンドリジーヌ・コントロレ、原産地故障統制法、以下、 オクトリアクスによって定められた定義は、シャンパーニュに使用できる、ブドウ種はピノ系品種とアルバンヌ、プティメリエのみである。また、2010年11月22日の政令による定義に基づき、シャンパーニュ地方で作られた7つのブドウ品種、黒ブドウはピノノワール、ピノノワールとムニエ、マニ、白ブドウはシャルドネ、シャルドネ、ピノグリ、ピノグリ、古代名、アンフュメ、 または、フロモントプティメリエ、プチメイリエ、ピノブラン、アルバンヌを材料として醸造された、スパークリングワインのことである。1919年の奥定義に、シャルドネが指定品種の中に含まれていなかったのは、ブドウ品種の分類に関する研究があまり進んで、おらず、シャルドネは、ピノ系のブドウに含まれていたためである。奥が制定された当時、 シャンパーニュ地方以外の地域でも、シャンパンという名称で、スパークリングワインが生産されており、スパークリングワインの一般名称であった。現在でも、カリフォルニアシャンパンという呼称で、カリフォルニア産のスパークリングワインが作られているのは、200年以上生産されてきた歴史に基づいている。しかし近年では、フランスの多く棒が尊重され、 奥の規格に則っ,って製造されたシャンパーに打ち方製のスパークリングワインだけがシャンパンと名乗ることを認められ、その他のフランス製スパークリングワインはバンムースー、ビンムースーと呼ぶ。なお、日本ではこれに似せて作られた清涼飲料水をソフトシャンパンと名付けて販売していたことがあるが、フランス政府からの抗議があり、シャンメリーという名称に変更された。また、 スイスのシャンパーニュでは、フランスのシャンパーニュより早くから伝統的にワインを作っていたが、1974年に世界貿易機構により、この土地で生産されたワインやビスケットなどに、捨て、シャンパーニュというラベルを使用することをやめるよう命令された。シャンパンは生産者ごとに番号が振られており、ラベルに記載される。シャンパンは最も多くの場合、 黒ドウと白ドウの配合によって作られる。白ドウで主に使用されるのはシャルドネ種シュであり、黒ドウでよく使用される2種類はピノノワールとムニエである。近年、蒸気以外のピノブラン、ピノグリ、アンフィメ、アルバンヌ、プティメリエなどの品種が使われている銘柄も存在する。赤ワインの色合いはその火火に由来するため、果汁は 圧搾機で火火から色素が浸摯しないように手早く静かに絞られ白い果汁が取り出される。ロゼのシャンパンは黒ぶどうの火火をかすかに色付けのために与えた後に取り出すセニエ、マセラシオン方式、または瓶内二次発酵前のベースワインにシャンパーニュ産の赤ワイン添加アッサンラージュ方式によって作られる。シャンパンに使用される葡萄は一般にこの地方が葡萄栽培地として 寒冷地の北限にあたるため、糖度が低く酸の強いものが多い。しかしこの強い酸が、シャンパンに、他のスパークリングワインには真似できない気品を与えると言われている。また収穫は、規定により手摘みに限られる。最初の発酵は秋に、非発泡性ワインと同じ方法で行われ、果実に含まれる糖分がアルコールへと転換される。これが、ベースワインとなるが、このワイン自体は、 酸味が強すぎて、面白みにかけ物が多い。この時点で、様々な畑の、あるいは、ノンビンテージシャンパンの場合には、様々な都市のワインを使った、ブレンド、アッサンブラージュ、アッサンブラージュと呼ばれる工程が行われる。各作り手のブランドイメージに沿ってブレンドされ、作り手の腕の見せどころでもある。また良いブドウが収穫された都市に作られた、優れたブレンド用のワインは、 リザーブワイン、またはバンドリゼルブ、ビンデリザーブと呼ばれ、その配合が品質に強い影響を与えるため、良いリザーブワインの確保が作り手にとって重要であると言われている。ブレンドされたワインは炭酸を得るための二次発酵の準備として、酵母とその発酵を促進するため初等の入ったシロップをワインに加えるティラージュ、シラゲと呼ばれる工程そして瓶詰めされ、 ワインの貯蔵室に置かれる。貯蔵室は、石灰岩の地下部くに掘られた洞窟を使用していることが多い。発酵により、アルコールと泡の源である二酸化炭素が発生し、瓶内に閉じ込められ、ワインの中に溶け込む。発酵が終わり、役割を終えた酵母は、檻となり、その檻と共に寝かせることによって、酵母が分解作用で取り込んだ旨みが、ワインに徐々に戻される。 その後ピューピトルと呼ばれる台に差し込み保管される。瓶は毎日かすかに1、8回転させながら徐々に倒立した状態にさせられ、檻が瓶の首の部分に集まり、ルミュアージュ、レムアゲと呼ばれる工程状況が可能となる。昔は職人が手作業で行っていたが、現在は非常に手間のかかる手作業よりもジャイロパレットと呼ばれる機械でルミュアージュが行われることが多い。 出荷が近づくと、瓶の口を氷点下20度に冷却し、線を抜くことで気圧により凍結させた檻が抜け、檻が除去、デコルジュマン、ディーゴーゲメントと呼ばれる工程される。冷却せずに手作業で檻を除去する昔ながらの方法もある。目減りした分は、ワインやシロップで補充、ドザージュ、ドサゲという工程される。この時のシロップの比率で甘口か辛口かが決まる。 甘さを調整するため様々な量のシロップが添加される。最も甘口のものは、ルー、デュー、残糖分 50g、L 以上と呼ばれ、辛口になるにつれて、ドミセック、ドミセック、33g から 0g、L、セック、セック、17g から 35g、L、エクストラセック、エクストラセック、12g から 20g、L、そして、ブリュット、ブリュット、 6ムから1 5ム L がある。がって、エクストラセックを直訳した、極辛口のシャンパンは、実際には、ブリュットと書かれたものよりは甘いのである。いくつかの作り手は、糖分を添加しない、エクストラブリュット、エトラブリュットを作っている。この作業は、シャンパーニュ作りの終わりの工程であるため、角でノりキュールと呼ばれる。その後、瓶に、コルクで、打線。 棒子上げされ針金付きの金具で留める。製品は、ティラージュ、チラゲ、ゴ、最低でも15ヶ月寝かせるまでは、法的に出荷が禁止されているが、より長い方が望ましい。ヴィンテージシャンパンは、最低3年寝かせることが決められている。シャンパン用のグラスには、クーペとフルート、フッツ、フルートがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。